ご視聴ありがとうございます。今回はじゃがいもを使って簡単料理を作ります。今日の材料、じゃがいも2個、卵2個、ピザ用チーズ適量。まずはじゃがいもの皮をピーラーで剥いていきます。皮を剥いて芽がある場合は取っていきます。今回は料理っていうよりもおやつって感じかもしれませんが、一応料理ってことにしといてくださいね。次にじゃがいもを茹でるので鍋にお湯を沸かします。お湯が沸く間にじゃがいもを4等分に切っていきます。お湯が沸いたらじゃがいもを5分くらい茹でていきます。レンジでも加熱できますが、今回は茹でていきます。その間に卵2個を溶いていきます。5分経ったら菜箸でじゃがいもを中まで刺せれば OK。 もし硬そうだったら1分ずつ追加で茹でていきます。茹で上がったらお湯を切って大きめのボウルに入れます。ボウルに入れたらじゃがいもを潰していきます。ある程度潰れたら溶き卵を入れていきます。牛乳 70ml、 勢いよく入れすぎちゃった。軽くかき混ぜていきます。混ぜたらピザ用チーズを好きなだけ入れていきます。よく混ぜます。片栗粉 150g、 塊になるまでよくこねていきます。こんな感じ。サラダ油、そこから 5cm くらい、170度に設定。ガスの場合は菜箸をつけて泡が出てくれば170度くらい。油を温めてる間にトレーに片栗粉を適量入れて、両手に片栗粉をつけて、先ほどこねたじゃがいもを大きいスプーンに1杯くらい取ってお団子みたいに丸くしていきます。僕は不器用なのでまん丸にできてませんけど、丸めて油が設定温度になっていたら油の中にぶち込んでいきます。入れるときそっと入れないと油が跳ねてやけどするので気をつけてくださいね。できたら揚げていきます。ちょっと心配な方は長めに揚げても大丈夫です。第2弾も揚げていきます。お皿に移します。お好みでケチャップ、マヨネーズをつけて召し上がってくださいね。
個人的にはケチャップが一番美味しかったです。とても美味しいので試してみてね。